リックシーは中国の心理学者、言語学者、詩人。中国語の音音詞や文法研究で特に知られる。リックシーは石膏省クレ教に生まれた。1913年に蘇州にあったキリスト教系の東クレ大学を卒業した。1915年にアメリカ合衆国に留学し、1920年にシカゴ大学で博士号を取得して帰国した。 博士論文は、ザ・コンディションズ・オブリテーションであった。帰国後は、南京高等師範学校で、心理学を教えた。1927年からは、遠京大学の心理学主任教授を務め、同年成立した中国心理学会の会長になった。1933年に再び、シカゴ大学に留学して、整理心理学を学んだ。1934年からは、 遠京大学の代理校長を務めた。日中戦争中も遠京大学は米国系の学校であったので、当初は日本の侵入を免れたが、太平洋戦争が始まると日本は遠京大学を閉鎖し、陸ーは他の教授と共に収監された。1942年5月に病気と診断されて釈放された。戦後は再び代理校長として遠京大学の復興に努めた。 中華人民共和国の成立後も遠京大学にあったが、朝鮮戦争中の1952年に遠京大学はアメリカ帝国主義の拠点とみなされ、リクシーもその手先として批判された。同年遠京大学は北京大学他に吸収され、リクシーは中国科学院語源研究所に移った。文化大革命では再び過去の罪状に加えて反動学術権威として批判され、 1969年57、幹部学校に送られて、豚の世話をさせられたが、老齢のリクシーは耐えられずに倒れ、自宅に運ばれた。1970年に病死した。1979年にようやく名誉回復がなされた。リクシーは、本来心理学者であったが、1930年代以末から、中国語の音韻、文法などの研究を行い、むしろ、 中国語学者として知られている。音音子の方面では、中高音を推定する上で従来使われてきた反説系、反節ラネ法を批判し、反節の分析に統計的な手法を使って、カールグレンのものとは異なる51の超えるよう、導き出した。高音節略は、主に上高音に関する研究で、形成文字の勝負を、やはり統計的な手法を用いて分析した。 高音節略を含む音音学楽関係の論文の多くは、没後に出版された陸、陸史、囲碁言語学調査集に集められている。北京話単音詩詞は、北京語の単音節語例文とともに、ラテン化新文字の順に配列したもので、単音節語だけではあるものの、従来のように文字を単位として、並べるのではなく、高単位としていること、漢字の存在しない。 犠牲語の類も載せていること、1から7の数字で、品詞分類を示すことなど、多くの新しい工夫がなされている。北京話単音詩 C は、日本で岩波中国語辞典を作る時の基礎になった。看護的構え手法は、複語語の作られ方を研究した著作である。ありがとうございます。